まず、脳内外革命、遺伝子、完全体を得るのには、脳ですね、脳。ずっと思ったんですけど、やはり脳っていうのは、人間の脳は 20%、30% ぐらいしかこう使われてないと、言われているそうで、脳外科の先生にちょっと聞いてみたんですけど、やっぱり 50% も使ってないだろうということで、もしこの脳が 100% 使われるっていうことになるったら一体どうなるのかっていうことを想像すると、やっぱり想像つかないで、まあ、それが本当その自分自身の力だったり 100% の、 立場のクソ力だったりするんじゃないかなと僕は思うんですけど、この脳にやはり刺激を常にこう入れ込むことが大事かなと僕は思います。それの脳に刺激を与えるのは常に 脳自体がこう心臓とつながってまして、こう体の内臓ですね、内臓につながっているというのは、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、常に脳がこう信号を送って、こう手や足がこう動かしている、この、例えば手をこう動かすのにも、これ全部脳、まあ、手だけなんですけど、手を意識して、ここが動かしているって感じですけど、常にこう脳が信号を送って、神経がこう動かしますよっていう、ものすごいスピードでピュッてこう行くんですね。行くと言われてますね。で、この脳にどれだけ刺激を与えればいいのかなっていうことで、まず、普段のこう生活で、例えば家から学校まで来るのに、何度もこう、ちょっともう一回今日家から学校に来るまでの、道のりをちょっと皆さん想像してください。想像できたでしょうか。来ましたか。